僕は君に告白した、緊張した、幸せになれって最後に残した男らしくも音が聞こえないとしてもアルペジオかなんかやってるとか、はい、頑張るぞ、正直なデータ今の話題にあまり興味ない、この席の人を楽しませるっていうことも目標ですよね。楽しんでいただきましょう。まあ一番強く思った気持ちっていうのは、ライブできるって幸せだなっていう気持ちでした。皆さんに出会えて本当に良かった、本当に良かったと思います。ありがとうございます。